日本三重県北勢鈴鹿市白子白子一丁目にある白子港白子は三重県鈴鹿市にある地名。現行行政地名は白子一丁目から白子四丁目まである。白子とも読されることがあるが白子と読むのが正しい。白子港を持つ水産業の町であるとともに近鉄特急の停車する白子駅を要する鈴鹿市の玄関口である。 鈴鹿市南東部、東側を伊勢湾に面する。近鉄名古屋線によって地域が二つに分けられ、名古屋線の東側に一丁目と二丁目、西側に三丁目と四丁目がある。さらに三丁目と四丁目の境には、国道23号が通る。一丁目は、港湾施設と住宅地、二から四丁目は住宅地である。 内陸部の神戸と並ぶ鈴鹿市の中心市街地をなす。ウェブ5。北は、白須駅前、白須、本町、南は、時家4丁目、道5丁目、西は、白子町に接する。堀切川が流れ、道川の河口に相当する。詳細は、白子港を、山椒白子の港は、法的には、商業港の白子港と漁港の白子漁港の2港から、なる。 どちらも海産物を扱っており、周辺漁港を含めた拠点となっている。江戸時代には、紀州藩が手厚く保護した港湾で、伊勢湾内の物流の中核として、発達、戦中には軍港になったこともある。鈴鹿市当局は、白子港を町づくりの核と考えており、鈴鹿漁業共同組合白子支部が主催する。 公安でのイベントの参加者数を2010年には2004年比の10倍に相当する年間200万人にする目標を掲げているウェブ6平安時代の資料、摂政右大臣火星職田渋ぶみにはすでに白子浜として地名が記録されている。同書によると、白子浜は稲尾車両4イタリーの東原源であったという。南北朝時代には藤原忠実の荘園である。 立誠僧の白子別文であり、文米68国余りと文前に22カ余りが、課されたという兼務2年の記録がある。この頃には、聖武天皇の直眼寺である、白子山観音寺境内にある、白子普段桜が京都でも知られていたという。またすでに港が栄えていたことが分かっており、山品枯れ駅の文明12年11月15日の記録には、白子港を出入りする船から、 入港料金を徴収していたことを伺わせる、伊勢国立魔法別鶴竜という文字が見出せる。応仁の乱の折には、足利義美が北畠境遇に伴われて白子へ到着、応仁2年7月28日に、瀬保氏と一戦を交えて勝利したと伝えられる。江戸時代には、伊勢国安義軍に属し、白子村あるいは白子町と称した。では、年を境に、 津藩から、奇襲藩に所属が変更となった。紀州藩は、白子の港を重視し、紀州港別邸や白子大館所などを置き、伊勢商人も伊勢湾における物流の拠点として、重宝していた。商人が拠点としたのは、白子から出港する戦国船は、紀州徳川家の旗印を掲げて、江戸に入港することが許されたからである。Web7。 こうしたことから白子では地場産業が発達し、伊勢型紙や鈴鹿積は現代まで伝わる伝統工芸品となった。特に伊勢型紙の生産、販売に携わる者は株仲間を結成し、型商人の株仲間は法歴3年には37名、型彫り職人の株仲間は文政9年に23名に上った。中でも有力な商人は奇襲藩に献金をして、 地主となり、縦脇が許されたり、伊勢松坂の国学者、元織の長に弟子入りして、自らの邸宅に招いたりするほどの力を有した。また、白子は、伊勢山宮街道の宿場町としても機能し、隣接する江島村を含めて10軒前後の旗子があった。宿駅は江島村と合同で運営し、人や馬などの取り扱いは、月の前半12日を白子村が、 後半18日を江島村が担当した。明治時代になると、1871年に、阿能津県庁直属のほぼ里が置かれ、1875年に、軽業学校を設立するなどの近代化が進められた。また1889年に、近隣三町村が合併して、白子町が誕生した際には、白子町白子という地名となって、町役場が置かれ、 1893年には、軍役所も開設された。民衆の生活面でも1910年には、伝統が灯り、1915年には、伊勢軽弁鉄道白子駅が、開業。1923年には、海陸物産市場が開かれ、軍の中核として発展した。天気が訪れたのは1937年の、鈴鹿海軍航空隊、基地の設置であった。 同基地の開設により白子港は、軍港となり、横須賀海軍交渉施設部が開設されたほか、相次いで大日本帝国海軍の関連施設が建設された。この頃、白子は、当時異例と称された合併を経て、鈴鹿市白子町となり、ウェブ8白子町立片上工業徒定学校が、鈴鹿市立工業学校に改称、航空機関が中心となるなど、 町全体が軍隊職に染まっていった。第二次世界大戦終結後の1948年、鈴鹿市の区域変更問題のもつれから、白子町を鈴鹿市から分離しようとする運動が発生した。賛否両論が入り乱れ、決選投票に持ち込まれた結果、以下のように白子の独立は、僅差で阻止された。なお、当日有権者数は5795人であった。 鈴鹿海軍航空隊跡は1949年に鈴鹿電気通信学園へ変わり、かつての軍港、白子港も高名古両中心の沿岸漁業基地へと変貌していった。町も近鉄名古屋線生を中心に新しい住宅街が生まれ、伊勢三宮街道沿いの古い町並みを残す東部と一線を隠すようになった。1978年11月1日には、 白子駅周辺に住居表示が導入されることとなり、白子に丁目が設定された。なお、住居表示の対象とならなかった地域は、白子町として存続している。2019年6月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。Web2。1995年以後の国勢調査による人口の推移。1592年以降の世帯数の推移。なお、 1995年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる Web14? 鈴鹿住旧世紀に奈良から伝わったとされ Web15。江戸時代に奇襲藩の保護政策と墨需要の急増により発展した Web16。資源の入手がしやすいという地理的条件と気候条件が製墨産業を支え、 平成時代の日本国内シェアは約3割である Web16。1980年10月に通称産業省指定の伝統工芸品となる Web16。白須2丁目に新誠堂住穂があり、伝統の技を今に伝えている Web17。伊勢型紙、伊勢型紙とも表記する Web18。こちらも旧世紀の始まりと言われ、江戸時代には、 紀州藩が先売制を敷き、ウェブ1 8明治時代の白子町も、白子町立型紙工業と弟学校を開設するなど、積極的な支援を行ってきた。最盛期の関東大震災頃には、当時の小学校教師が月給50円の時代に、型紙職人は300円をもらっていたほど経営が良かった。1952年に、 当時の文化財保護法に基づき無形文化財に選定。1955年には改正文化財保護法に基づき、伊勢方紙が重要無形文化財に指定され、職人6名が重要無形文化財保持者に認定された。さらに1978年には、通商産業省から伝統工芸用具に指定される Web18。1980年時点では、 年賞約16億円、生産企業数281社で Web5、平成時代では国内シェア99%を占める Web18。元来は着物を染色するための型紙であるが、型紙そのものに美術的価値を見出され始めている Web18。白須山頂目にある大杉型紙工業がテレビ番組などで紹介されることがある Web19。白子漁港で、 水揚げされた魚介類を使った郷土料理に特色がある。コーナゴの卵とじやコーナゴの釘煮などが日常食として、イワシの押し寿司が婚礼などの晴れの日の食事として伝わっている Web20。特にコーナゴ寿司に関しては、鈴鹿短期大学の2名が1998年2月20日刊行の日本調理学開始第31巻1号にて、 鈴鹿市白子町のコーナゴ寿司として論文を発表している。同論文によると、コーナゴ寿司は酒、みりん、醤油、おろし生姜で煮込んだコーナゴを太巻きにしたもので、休憩者の来る誠神社の祭りに欠かすことのできない存在であるという。2010年には白子の青年有志が結成した国司会が白子ピザというご当地グルメを誕生させた Web21。このピザには、 白子特産のコーナーごと乗りを使うことが決められている。他は具材に何を使っても良いとされている。Web21。鉄道近鉄名古屋線が通っているが、白子に駅はない。最寄り駅の白子駅は、白瀬駅前にある。バス駅西住宅、白子高校、白子4丁目の3つのバス停があり、いずれもコミュニティバスの C バスが運行している。 道路、新編中学校社会科地図、最新版の83ページに、白子のルビが、白子と誤って記載されている。道書は中学校社会科の文部科学省、検定済み教科書である。厳密な住所表記では、白子駅の現在の所在地は、白子駅前である。立誠僧は、白子から、千川下地域を経て、現在の三重大学周辺までを領域とする旧。 安義軍のほぼ全域に相当する諸縁。辻には栗新町野町として、白子にも、生じ立誠としてその名が残っている。現在の鈴鹿主三家3-2-12にある。1923年3月7日に国の天然記念物に指定される。発都後に NTT 鈴鹿研修センターに転換。さらに現在は、 鈴海医療科学大学薬学部のキャンパスとなっている。ありがとうございます。